刻は午後7時30分を回ろうとしているんですが、ご覧のように大変混雑しています。昨日広島市中心部本通り付近は色とりどりの仮装をした人たちでにぎわっていました。一方で韓国ソウルの繁華街で起きた転倒事故を受けて心配する声が上がっていました。親にもちょっと注意してねみたいな、人の多いところにはあんまり行かないようにしてねって言われたので、あんまり遅い時間にはならないように早く帰ろうかなって思ってます。また JR 福山駅でも現在時刻は午後8時45分です。 JR 福山駅前、ざっと今見るだけで300人近い若者が集まっています。市が定める路上喫煙禁止区域では至る所でタバコを吸う若者がいたほか、飲酒で警察に補導される未成年もいました。歩道上には空き缶やゴミが放置され、ボランティアで片付ける男性の姿もありました。やっぱ悲しいですよね。誰かしてくれるんじゃねえって感じなんでしょうかね。